はいいけども郊外に宝箱あるんだよね。まあ敵と戦いに来たっていう感はあるが、やっぱりそう、気をつけた方がいいかも。一応背中、強敵みたいだ気をつけて。待って、大変なものがある。スカットリッパー支援こっちか。もしあれだったら、せーの、とどめ、行くぞ。あ、ナイスやったぜ。ちょっと硬いね。さあ、行くぞ。うん、これできる。やった任せろ。オッケー、何があるんだっけ。バランスダウンするか。今だ、キアリ、私の番だね。いいね、チャンス、続けていくよ。私の番だね。大丈夫か。さてと、敵ユニットの傾向を解析。解析だよ、解析完了だよ。完了だよ、任せろ。行こっか。どうしよっかな。せーの、とどめ、崩れた。続けていくよ。行くぞ。ダッシュでも使えばよかった。戦闘終了、先に進もう。湯待てもらったぜ。お宝ミッケ。ミッケ、なんだと。そう、これ鱗って、お読みなんて言うんだ、総輪、総輪かの帽子、帽子なんだこれは。軽いくさびら、くさびかたびらみたいな感じってこと。回避率が上がる。ただね、そうなんですよね、わしらさ攻撃力上がっちゃうんよねエリオットキヨにつけるか。じゃあ、よいしょ。こっちは何の敵？ポムちゃん。ポムポム。そのまま行こうかな。うん、探索はまた今度で。でも、ここの宝箱は取りたい。チャンスだね。みんなで行こう。みんなで行こう。行く。俺の番だな。見ろ、ケザ。ハヤテ。任せろ。うん。私の番だね。めっちゃ CP 回復する。すごい。やれやれ。やれやれだね。CP チャージ。引っかかりまくリング。はい。城壁発見。ほんとだ。城壁発見だけ？はあ。よし、着いた。セリーヌ流行る思いがあるんかな。一番前歩いてる、すんげえ霧湖畔の街レグラム。いや、相変わらず一曲ですね。アイアンロードさんじゃなくて、なんだっけ。そうなの、ひーちゃん、ラオラの故郷なのうん、行動開始しようと。ああ、いいねいいね。ああ、そうなんだ、同僚か。私が知ってる人なわけないよね、帝国だし。いや、でも分からんぞ遊撃士協会、ブレーザーギルド、テグラムシブト。コンコン、お邪魔します。ごめんください、誰か戻ってるのか空いてるみたいだが。オッケー、お老人、誰だろう。老人と青年、執事さんと、執事さんの名前なんて、お久しぶりです。さあ、参りますぞ。クラウスさんか。マイルズ、マイルズ。
お久しぶりです、クラウスさん。アルゼイト試着機に使える執事のクラウスと。今どっかにいるのかな。出かけてしまった、入れ違いか。受付マイルズさん、受付してるの？誰がじゃあ動いてるの？他にいるのかな、遊撃士さん。何人かの学生員の方と、あ、学院生か一緒に帰郷されて以降それを耳を置いてると。そうなんす。あー、耳に入られているでもうだよね。なんだろうね、何の異変が。不可思議な出来事。1ヶ月も晴れないの。なんかすんごい湿ってそうだね、洗濯物とか。やっぱりいないんだ、ビクター・アイス・アルセイドさん。1ヶ月近くか。内戦が始まるとき、カレイジャスで帝都方面に向かった後、完全に連絡が途絶えてしまった。そうだね、カレイジャスも大きいからね、そうそう隠せないと思うんだけど、気を伺ってると思いたいね。そうなんだ、結構遠いしね。そっかそっか。あー、やっぱりオープニングローエングリンジョいたもん。そこで再会か。すごいいいね、二人で。そうそうそう、この程度のことを片付けられなくては仲間との再会は果たせない。言いそう言いそうだわね、言いそうだよね。そうだね、行こう行こう。なんだろうね、気配って。1ヶ月間何もなさそうだったのに、突然今日になって異変を感じたっちゅうことかな、わかんないけど。やり手なんですね、マイルズさん。さてと、依頼とかあるんですかね。とりあえずじゃあマラソンしましょうか。お久しぶりです。あー、そんなこともありましたねなんか、リン君帽子が欲しいな。民家に入ってこう。だよねーだよねー、ほんとねほんとだなー。相変わらずこの方は精霊の話をしてくれると。誰もいないよね。よし、じゃあ外回りつつ民家を見ていきたい。あ、お久しぶり最近町にニコってやつが来た。ニコ、あー、ニコ西部から逃げてきた。
これが子供たちの友情である。こっち、あー、サザーランドは向かい側だっけ。ワンワン、なんに脅かさないでよね。打剣打剣って読むな。ぷいかわいい。窓は大丈夫なんかね、ゼリーの。来てるっていう話よね。3回も変わったよセリフ。なるほどね。で、外にいる人はもういない。じゃあ礼拝堂行こうかな。おお、いるじゃん。まあ奪いに来たっちゃ奪いに来たかもしれない。ねえ、あの子っていうのがあれか。ああ、宿場町にいるのね。どっちなの。結局のところどっちなの。面白い。面白い。よかった、なんかトバラさん連れてきてよかった。うんうん、そうだね。光の検証が いない今だからこそ立ち上がらなければなりませんね。結構大きいの使うね。そういえばなんか前回さ、私ないんかな、まだあのクエストをさ1の時にさ手伝ったじゃん。花のしおりをあげるんだっけ。ね、本物の魔女だから。もう隠してないのね、エマも。外で見てる人がいる。カスパル。ね。チリジリです。で、外で見てる人がいる。なんて名前だったっけね。今確認できないから話とかできないんかね。誰かいる？コックさんあたり2人いる。コックさんとメイドさんかな。その上位3属性に関して何かあるのか、この霧の正体が何かあるのか。なんだろうね、あのさ、空の奇跡であったミストバルドの実験ってさ、知らねえのお姉さん
にあたる名前がど忘れしたんですがああいう系統の方がこう悪さをしているということもあるかもしれないけど、でもルーファスさんのあの一味の中にそういう系の人が特にいなかったから、なんなんですかなんなんですかねっていう感じかな。あら、ビビちゃんそっか、確かにそうだね、そうだわ、髪型がねどっち？そっかそっか、それ心配だわ。そういえばここの方こんな方でしたね。さて、これでもうほとんどっていいかな。で、美味しそうだな。めっちゃ美味しそう。なんか流れるようにすごいね今の、めっちゃ流れるようにそこに持ってったね面白い。でこの人たちかな、バローズ菌、ピリピリしてますな、話しかけてしまいました。すごいね、なんか嫌っていうわけでもなく、こうちゃんと申し訳なさを持っているいい子供である。うん、人のせいにばっかりするの嫌だな。この子かわいいね、風変わりな娘。なんだ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 この人。あー、マスターがどうとかって言ってたの、さっきのこの人のことか。ね、なんだろうね。あ、待って。この人って、甲冑着てないだけなのかな？なんだっけ名前忘れたけど。でも違うか。あの人と組まされるなんて。そんな雰囲気を感じました。あ、もしかして、ありがとうございます。はぁ、お金結構増えてきたけど、あっちゅう間になくなりそう。2階誰かいる？見れないか、上がりましょう。あ、誰かいる。あ、この子か。はい、ニコちゃん、ニコくん、ユリアン兄ちゃんと遊ぶ約束。お化けごっこ。ね、確かに。いろいろ大変だな。で、こっちに多分釣りのおじさんがいると思われる。そうだね。魚介ピラフ、ありがとう。じゃあ、ブグヤ。
あーそっかそっか。ロバクシジャック買ってバトルスコープはまあ大丈夫で、まあ、こんなもんかね。で武器ですよ武器。あーそっか、あの短期間に開けられるなんてことはないんですよね。申し訳ねえ、セピスセットを1個開封させていただきましょう。1個しかない終わったセピスセット終わった。待って間違えた間違えた調節のオーブメントの、あ、時間やばい、ちょっと一旦止めます。ここを包丁にして、ここを EP 小 EP1 に変えましょう。よし、エクスチェンジをしておいて換金して、買い物出てるよね。何これ、あー、じゃあ買いましょう。エリオットキョンは STR が100近く上がるんか。エリオットキョンの STR の意味がまだよく分かっておらんのやけど、どうなんですか。あーなるほど。でもこれはね、ちょっとね、STR 今上がってるんで、ちょっとね、まあ、1個見送ってもいいかな感はある。っていうことは、エリオットくんも買おうか。で、マスターコーツは特になくって、改造。まあ、買えるよね。言うまたあと9個か。まあ、ピーちゃん変えて、こんな感じでいっかな。よし、じゃあだいたい見た。はい、10日ぶりにやってます。そしてここは変わってる、ミッシーぬいぐるみじゃなかった、雪だるまが増えてる。変わってるかな、どうだろう、わかんないや。じゃあロード。いや、やっぱオープニング曲いいね。多分ローエングリン城に行くっていうところでやめたはずなんだけど、釣りをしてない釣りから始めよう。私の今日の千の奇跡、今回こそ私は数日の間に相当のクリアをしていきたいなと思います。予定ではもう私は千の奇跡3をやってる予定だったんですよ。もうなんかね、ほんとね、いろいろね、ゲームをやりすぎ同時進行でいろいろゲームやりすぎ、やりたくなっちゃうんですよ、なんか千の奇跡もやりたいけど、でもこう、なんだろう、よし、ゲットだ。いつも声出して元気をできるわけじゃないから、実況じゃないゲームが増えていくね、ちょっとね、これはね、許していただきたい、ゲーマーなんで。で、今のカルプ初めてなんだっけ。初めてではないか、カルプ体力すごいから。今日なんかすごいマイクボフボフ。なんだこれ、テンションが上がってんのかな。ザリーがあんま好きじゃないんかね、リンくんね。それテンションが上がって、ちょっと喋り方があれなんかもテンションが上がりすぎてボフボフ言ってるみたいな。やだオタクこれでラスト。なんだこれ、あんま馴染みもない。あ、待って、竿変えんの忘れてたちょ、今のうちに変えとこう。なんだって、待って待って待って、こっちがカスカの当たりも確実に感じ取れる軽量タックル、小型相手に最適な釣り具、扱いやすく、ちょっと待って、くしゃみ出そう。エクセルシューター、
扱いやすく調整された汎用タックル、中型相手に最適な釣り具ということで、あ、今なんか変えちゃった気がする。大丈夫、あ、大丈夫ね、はい。くしゃみは止まりました。いいポイントみたいだな。は？あ、は？2箇所あるってこと？あ、じゃあ、え？あ、こっち向いてこっち行ったからいいポイントみたいだなって言ったってことか。よし、じゃあさてと、ローエングリーン城に来ますか。動力ボートの準備はすでに整っていると出発いたしますか。しましょう。はい。いやー、楽しみですね。お、トバルさんがやってくれてる。昼間なのにかなり視界が悪い。1ヶ月も続いていると。確かにね、前も言ってたね。ですよね、そこ気になるよね。そうなんですね、いたんですね。まあバラすとそういうことを。魔女の使い魔としての使命もあった。機動者候補であるあんたにこの地の妙な影響を与えないか見極める。このレグラムも騎士に関係がある。ローエングリン城、へえ。かつてハイヤ青とは異なる騎士が存在していたらしい。へえ、そうなんだ。ライザーとともにどこかに消えた。へえ。第3の資格。ここに来てふわっと。いや、すっげえ霧。はーい。なんかトバルさんいるとね、やっぱ地元民だから安心感あるね。うん。おー、ほんと。今のマナ。はーい。リン君この格好でいいかな。ちょっとどうしたリン君ってなりそうだから、ちょっとやっぱ普通のなしで行こう。うん、あとはもう平常運転でいいでしょう。レッツゴー。あー、なんか重いです。これ動画で伝わるんかな、この重さ。なんでこんな重いの、ここ霧のせい。やれやれ、手間をかけさせるわね。とか言いつつ、さすがに嬉しそうだな。え、また会えるのがね。うれしそうな顔なんてしてないでしょ。いくら猫でもね、やっぱ表情で何考えてるかっていうか感情なんとなくわかるよね。重すぎん、ここ。私のプレステ4があれなの？電源ずっと切ってたんだけど。いやーん。私これダウンロード版なんだけど、なんかうまくダウンロードできてないのかな。